どうもお疲れ様です。暗号通貨ニュースの時間ですけども、私が今年の1月からね、大量購入して注目しているチャンスはここだと思った通貨が XRP ですね。まあ今年中に訴訟が明けてですね、XRP が大きく正々堂々と伸びていくんではなかろうかと思っているところなんですよね。ただそれがいつ来るのかってところなんですよ。まあ3月にもそのチャンスがあったんですけども、どんなに遅くても5月中には型がつくと思いますんで、3、4、5月。 今順調に値段上がってますけども上がる中でも落ち着いてるんで仕込んでおくチャンスが今来てるのかもしれないですねそれでは記事の方を進めていきたいと思いますこれは Twitter からですはいこのように書かれておりますね英語で書かれてるんですけども翻訳したのがありますからそれを読んでみましょう、まあ、有力な情報のまず1発目なんですけども有価証券の立法上の定義では XRP は投資契約の定義に当てはまる可能性があるに過ぎないあるに過ぎないんですよ それはは株式や債権などではありませんとこの辺は SEC も認めているところなんですよねまあですんでね、えー、これが XRP のー勝訴に向けて有利な部分ではなかろうかというところですね次ですけどもこんな感じです、えー、5月6日リップル社に対する SEC の訴訟の潜在的な終了日、ね、これは私も合意しているところですけども5月中に終わるでしょうとリップル社の SEC に対する法的訴訟はドーバーと反 月にに基づき5月6日までに解決されるる可能性があるとしかし訴訟では予期せぬ遅延が常に起こるものということでね確かにそうですよね伸び伸びになることは結構ありますんでねはい次ですねリップルは CBDC に関するグローバルサミットである DMI シンポジウム2023でプラチナパートナーステータスを授与されましたということでリップルに集まる期待が大きいということが書かれております記事の本を読んでみましょうか え、加盟の暗号通貨愛好家がツイッターで気づいたようにグローバル決済エコシステムを構築するサンフランシスコを拠点とするテクノロジー機能であるリップルは2023年の DMIS の最初のプラチナパートナーになるということですね。このイベントは CBDC お金に関する重要な会議であると、うん。このように書かれてますね。まあこういったことを見てもリップルが支持されていることは間違いないかなというところですね。まあね、リップルを用意としたい通貨はありますけどもね。はい。 えー、ジェレミー弁護士は、スリプト・ザ・ベイビーが起こった場合、えー、リップル社は罰金を支払うが、計算すると収益から余裕があり、ビジネスを継続していくことができ、XRP も唯一の明確なトークンとなると共有と。これは私も同じように感じますね。ここにも書いてます。4月7日、リップル社の裁判の判事が、えー、スプリット・ザ・ベイビー、恐ろしい表現です。 ね、ベイビーをねスプリットしちゃうっていう分割しちゃうみたいなね怖いですね、えー、SEC でさえリップル社の行為がその時点以降の XRP の価格にほとんど影響を与えなかったと見つめているので2018年半ば以降の XRP の販売は証券ではないと判決することができるでしょうとだから要するに訴訟は言いがかりだったってことなんじゃないかなと思うんですけどもね はい。じゃあ、クライマックスに入っていきます。XRP 価格、第2四半期今年の第2四半期ですよ。プラス30%の上昇の余地があるんではなかろうかと分析するアナリストがいるということでございます。30%はどうですかね ?50 ぐらい上がんないですかね <laughs> ?XRP は2023年、第1四半期において、上元である米リップル社と SEC との法定闘争での勝利が近いとの観測等を受け60%もの価格上昇を遂げた。でしょここにはもうね、私載ってますんで、まずは、 60%利益はいただいてるかなってことです。ここからさらに値上がりした金額の30%ですから元値の倍ぐらいになるってことが、まあ、期待できるわけですよね。テクニカル分析をすると、XRP は第2四半期においても、さらなる上昇を期待できるかもしれないと。うん。XRP は3月29日に0.58ドルまで上昇し、2022年5月以降の最高値を記録。うん。 現在は強気ペナントを形成しながら横ばいで推移している。そう、だから横ばいで形成する今がね、チャンスで、ペナントっていうのは、この三角形の図を描いていくところなんですけども、その後って大体ブレイクするんですよね。強気ペナントは価格が上昇トレンドラインを上回り、取引量が増加するときに解除される。このパターンのブレイクアウトターゲットは、以前の上昇トレンドブラックホールの高さをブレイクアウトポイントに加算することで求められると。 FX されてない方、ちょっと何のことか分かんないと思いますけども、FX をね、7年間やって、そちらの方でも利益を大きく上げてる私にとってみたら、これは納得の事実だと思います。つまり、XRP は、深呼吸して、第2四半期において0.65ドルを目指し、現在の水準から約30%上昇するでしょうということです。これ私もね、30%から50%からい上がると思いますよ。じゃあ最後に、チャートを見て終わっていきましょう。コインゲッからです。 元々ね、ここまで価格いってるわけですよ。400円近くまで。で、その後200円に1回リタッチしていて、こういう風なね、ペラントを書いてるわけですよ。だから、潜在的にはここまで上がってもいいんじゃないかなっていうところがあるんですよ。で、直近では200円までつけてるわけですよ。もちろん私は200円の時に、自分の熟成さんと一緒にね、これ決済して、ここでも大量利確をしてるわけなんですけども、ラッキーですよね。ここまで落ちてるわけですから。 最高値191点で私の場合はね決済したんですけどもま,あまずね200円ぐらいまでは戻っていただきましょうってとこですかまあこれは私の期待でしかないんですけどねさらに倍篠澤教授じゃないんですけども400円まで到達するとまあ私のリップル計画が完了ということなんですけどもそれはちょっとねうまい話だなと思いますね話半分でまあ200円ぐらいに落ち着いてくれればなとまあ悪くても100円ぐらいで今年は値をつけてもらいたいな1ドルぐらいでね うんまあ、それでも十分なんですけどもこうやって上がる観測しか今のところ上がってこないわけなんですけども皆さんどのように思われるでしょうかリップルはそのまんま勝訴して、まあ、信用を取り戻し価格をドンと上げていくそのチャンスに今はいるんだと思いますそれではもうしばらく見ていきましょう少なくとも5月末にはもう結果出てると思いますんでね